チルチルミチルの青い鳥というお話を知っていますか？青い鳥を探して、思い出の国、夜の国、森の国、月夜の墓場、幸福の国、そういった場所を青い鳥を探してチルチルとミチルが訪ね歩いたお話です。偽物の青い鳥は、光に当たると、一瞬で死んでしまいます。青い鳥を見つけるたびに、このように鳥は死んでしまいます。あの本物の青い鳥はチルチルとミチルの身近なところにいました。